はい、どうもジルです。ということでですね、本日はそろそろプロジェクト世界のライブが近づいてきたということで、ね、ライブについてのお話をしていこうかなと思います。ということでこちらですね、はい、プロジェクト世界カラフルライブファーストリンクということで、今週の土日、違う、金土日かに、ライブがね行われます。プロスカ初のリアルライブということで、ね、楽しみにしている方も多いんじゃないでしょうか。今回ねこのライブにあたって、まあ、初めてねリアルライブに行くよって人もいるだろうし、リアルライブどういう準備をすればいいのかわからないで人、もしくは、今回のライブには行けないけど今後プロスカのライブに行きたい、プロスカ以外のコンテンツとかのねライブに行きたいよっていう人はね、まあ、よかったら見ていってくださいみたいな感じの動画となります。今回は主にライブに行くときの持ち物だったり、あとは注意事項だね、特に今回のやつはあのコロナの影響で、いろいろと調整されている部分があるんで、そこについて、あとはそれ以外にも、ライブ会場、これはほぼ全てのライブにおいて、プロセカ以外のですねライブとかにも合わせて、つながってくる、なんかなんていうのかな、注意事項みたいな感じになるんで、その辺のねについて話していこうと思うんで、よかったらね最後まで聞いていってください。またこれを見ながらね、一緒にライブの準備をしていただければいいかなというふうに思います。ということで、まずは早速このプロセカのライブの、概要について見ていきます。こちらねプロジェクト世界の初のリアルライブということでですね、今度2021年1月28日から、1月30日のこの3日間ですね、東京の方で行われます。ちなみにジールはこの土曜日ですね、金曜日から東京にはいるんですけど、土曜日の方の、夜公演、こちらの夜公演で参加しようかなというふうに思っています。まあ、なんでね、もしライブ一緒になったよって人はねぜひぜひよろしくお願いします。今回のライブですね、注意事項等いろいろ出ているんですけれども、まあ、現在のねコロナウイルスの感染拡大っていう状況があって、こちらのセカライの公式の方からもちょっと情報が出ております。セカライに関してはね、もともと収容率 50% ですね、これがあの政府とか、あと県の方からね出ているガイドラインに基づいてやっているんで、一応ねあの新型コロナウイルスの対策は万全にしている状態でのライブとなるんで、まあ安心はできるかちょっとわかんないんですけど、まあそれでもね、そんななんか感染しやすいような状況ではないです。ただねそれ以外にもまあライブ会場に行くまでや、まあ実際ライブ会場で感染する場合もあるんでね、行く際はまあご自身のね判断でといった感じになります。まあ、ただしね対応はしっかりしているといった感じです。そしてまたこれに合わせてね、チケットをすでに持っているけどちょっと今回のコロナのやつでどうしようかなっていう人は、一応払い戻しについてもね、こんな感じで出ているので、こちら概要欄にこのセカライのホームページのリンク貼ってるんで、そこから飛んでね、払い戻しを行うことも可能ですといった感じになります。ただね、それでも行きてよっていう人もいると思います。現在一般販売も行われていて、チケットがねジールとかは先行で取ってたんですけど、先行で取ってない方でもね、今からでも一般販売でチケットを購入してライブを見に行くっていうこともできるんでね、もし行きたいなっていう人は、こちらチェックしてみてください。はい、それ以外にもね、オンライン配信が決定しています。アベマの TV さんの方でね、有料でのオンライン配信があるので、もしね現地には行けないけど見たいって人はねこちらで見ることもできます。そしてもう一つライブビューイングですね、ライブビューイングっていうのは各、映画館の方で、このライブの映像を配信してくれてて、それを見ることができるってやつです。まあ、ライブビューイングだとめっちゃいい点が何個があって、まず映画館で見れるんで、まあ、画面でかいから家で見るよりもう迫力とかが段違い。あともう一つはいろんなカメラ、あのライブ用のカメラから送ってもらえるんで、下手な席に座るよりライブビューイングの方が、会場っていうかステージが見やすいっていうのがあったりするんで、割とジールさん的にはライブビューイングはおすすめの一つになります。こちらもね特設サイトがあるんです、そちらご確認ください。はい、まあこんな感じかな。あとはね、注意事項がいっぱいあるんで、ここについて見ていきます。今回注意事項はまあ特にこれは注意しといた方がいいよっていうのをね、メインに絞って話していきます。まずはここですね、電子チケットに関する注意事項ということで、今回はですね、電子チケットで全て行われますんで、紙のチケットを発券していくみたいな感じではないです。で、電子チケットをジールが受け取ってるんで、こちらですね、はい、こんな感じで、クロークサイトっていう今回のまあ電子チケットを受け取る、サイトがあるんですけど、そこからね、電子チケットを受け取ることでこのような、ページが開けるようになります。で、このページから、チケットを提示っていうところを、押して、実際のライブ会場では、入場することになるんで、皆さんねこれ、事前に確認して
ておくようにしてください。これはですね、なんか専用のアプリとか入れずに、端末からの方でできますんで、まあ、ライブ会場行く際は、スマートフォンを持って、それでね、ページを開けるような状態で、入るようにしてください。さあ、ではガイドラインですね。これについてはね、必ず皆さん、読むようにしてください。マジでこれ読んでないと本当にライブ会場行っちゃダメぐらい重要なことが大量に書いてるんで、絶対読むようにしてください。で、ここでね、一個マジで今日のサムネになっているところ、ここをみんなに伝えたかったっていうところがあって、これがマジでね、守れないライブが多いんですよ。で、それがですね、ここですね、禁止事項のところ、禁止事項のところに、撮影、録音、録画の禁止、録音機器やレーザーポインターの、持ち込みと使用、携帯電話、スマートフォンでの撮影、録音、録画、これがすべて禁止で、見つかった場合はデータを削除するっていう風になってるんですけど、これがですね、ライブ公演中禁止ではなくて、ライブ公演前も、ライブ公演中も、ライブ公演後もですね、会場すべてが禁止でとなります。いや、そんなこと書いてねえじゃんっていう風にね、言われそうなところなんですけど、基本的に書いてなくても全部そうです。はい。他のライブとか、まあ、ものによって多少は違うと思うんですけど、大体ガイドラインには、全部禁止という風に書いてあって、これなんでかっていうと、ライブ会場自体が著作物なんですよね。ライブ会場もそのライブに合わせて、こう演出をするためにいろんなね、装置が取り付けられてたりするんで、すべて、著作物になってしまうんですよ。なんで、それを、撮影することは、著作権違反になっちゃうんで、皆さんね、会場とかに行って、俺この席だったみたいに写真を撮ってあげたりするのは、多分、アウトになります、基本的に。ジールが過去に行っていたライブとかでもそうでした。なんでね、皆さん気をつけるようにしましょう。もしね、見つかれた場合、スタッフさんが声をかけるっていうのは正直あんまりないんですよ。スタッフさんとかもあんまり騒ぎ起こしたくないんで、なんですけどね、まあ少なくともダメなんで、皆さんはね、ダメっていうことをこう心の中にね、持っといて、しないようにしてください。もし見かけた場合は、まあ、周りのスタッフさんにね、言うような、対応を取られてください。周りのスタッフさんじゃなくてね、その取ってる人本人に言うと、何かしらのね、トラブルに巻き込まれる可能性もあるんで、気をつけてください、といった感じです。まあ、あとは他、ここですね、ペンライトなんですけれども、ペンライトの光量が大きいものですね、なんだったっけ、名前忘れちゃった、ポキって折るタイプのめっちゃ光る、オレンジ色にめっちゃ光るペンライトとかもあるんですけど、あれとかってめちゃめちゃ光が強いから、基本ライブ会場って暗いんでね、ペンライト1個にすっごいこう視界を奪われちゃうんですよ。なんで、ああいったペンライトはね、持っていかないようにしましょう。他にもね、25センチ以上の長いやつや、改造されたやつ、内輪型、扇型っていうのかな、のペンライトとかも基本的には禁止ですんで、はい、その辺もね、持ち込まないようにしてください。あとね、縄ネギも持ち込みは禁止です。ご注意ください。あとコスプレとかも禁止です。お酒飲むのも禁止です。その他ね、もうマジで大量にあるんですけれども、絶対ね、これは全て確認するようにしてください。はい、では突然の自社なんですけど、尺稼ぎタイムです。はい、まあ、今回何をっていうと、こちらですね、事前物販の方で購入していたペンライトが届いたんでね、それについてちょっとお話ししていきます。これなんですけど、まあ開けて中身をね、取り出します。ちょっとこれも一回開けちゃってるやつではあるんですけど、はい、こんな感じですね。もうすでに、電池も入っていて、後ろの絶縁体のやつも抜いて、いつでも使える状態にしたものがこちらになります。この真ん中のボタンを押すと、長押しするとですね、ライトがついて、ちょっと光が見にくいんですけど、で、押すことによって色が変わるみたいな感じになってます。で、今回なんでわざわざ実写してるかっていうと、これですね、これ注意事項なんですけど、絶対つけるようにしてくださいって感じです。これがこの手にこうつける、なんていうのかな、これなんて言うんだろうね、これの正式名称わかんないや、なんかこのバンドみたいのがあって、ペンライトってどうしても振るんで、ペンライトってこうやって振ってるとスポーンって抜けてどっか行っちゃったりすることがあるんですよね。なんでそれを、しないようにするために、これをつけてね、ペンライトが飛ばないようにしましょうって言ったものになります。どうしてもね、ペンライトスポッて飛んじゃうと、もう全力で振ってる時にスポーンって飛んじゃって人に当たったりしたら怪我をさせるね、場合があるんで気をつけてくださいって感じです。で、これね、入れるのがめちゃめちゃめんどくさいんですよ。ここに今こう入れてるんだけど、このわかるかな、ここにちっちゃい穴があってね、ピントが合わないね、ピントが、美容系 YouTuber みたいなことしてる。
ピントが合いません。ここにちっちゃい穴があって、ここと、ここに穴があって、通してね、こうくるっとやって、これをつけてるんですけれども、まあ、この穴にこの紐を通すのがめちゃめちゃ難しいんですよ。で、これは、おすすめのやり方としては、最初に爪でゴシゴシして、こう型をつけて先っちょをね、まっすぐした状態にする。もしくは、ねじって、まっすぐしてあげて入れたりすると、入れやすいです。あとはね、こう内側で曲がってるんで、この曲げる方向に合わせて、こう、なんていうのかな、爪でこう、グッグッって引っ張ってあげると、入れやすくなりますんで、まあ頑張って入れてください。あとね、こちら電池の方が入ってて、最初はね、初期から入っているんで使えるんですけど、単4電池が3本で、この電池ね、そんなに、持つ電池じゃないんで、まあ1回のライブぐらい、1回2回ぐらいのライブならなんとかなるんですけど、もしね電池が切れた時用っていうことで、単4電池を、まあ何個か持ってたりすると、まあ、今後もね使いやすいかなと思います。そしてもう一個ね、これですね、なんていうんだっけこれ、フィルム、特典でフィルムがついてきてて、このフィルムっていうのがこの、ペンライトの中に入れるんですよね。ペンライトって実はこうやって回してあげると、はい、こちら、中がこんな風にね分かれてて、ちなみに下が光ってるんです。これこんな感じでなんですけど、このフィルムの中があって、このフィルムってこの中に入れるんですよね。これがまあ入れるのが大変。これね、なんだっけ、前行ったちょうど去年の11月かにマジミラのライブに行ったんですけど、まあマジミラのライブでも入れるのしんどすぎてびっくりしたね。でこれ出すのも大変なんだよね。こう、いやー、あー出ないよー。お、いけそう、よし、いった。はい、こんな感じで一旦フィルム出して出して、でこっちにあるフィルムをね開けて、こんな感じのフィルムが入ってます。でただね、このフィルムこう比べてみるとわかるんだけど、こっちかなり、なんていうのかな、なんていうの、こう色がついてるんだけど、こっちのフィルムめっちゃ透明なんだよね。でこの透明なフィルムをこのままこれに入れてペンライトとして使っちゃうと、めっちゃ光量が高くて、まあ、このままでもやってみたらわかるんだけど、光がこんな感じになっちゃって、全然ペンライトがペンライトしないんだよね。なんで、このフィルムは、この、なんていうのかな、プロジェクト世界のこの特典フィルムを、外側にして、で、もう一枚のこっちのフィルムを内側に入れて電車が通ってるね。この2枚重ねたこの状態で、フィルムを使うようにします。なんで、これをこうやって巻いてあげて、あとね、向きを間違えないように気をつけてください。はい、巻いてあげて、これを入れると、ちょっと入れにくいな、これをこうやって入れてあげると、ちょっとずれちゃってるよ、どうしてだよ。なんかマジでこれさ、なんでこんな入れにくくしてるんだろうね。もっとこう、もっとこう使いやすくさしてくれよなって感じがする。はい、中のフィルムがずれました、ありがとうございます。そういった感じで、非常に非常に大変です。一旦先にフィルム入れるか最初に教えた方法とは別の方法でしだすっていう。これで綺麗に入ったかな？よし、綺麗に入ったね。はい、今こんな感じで、入ってピントが合わない。合いません。はい、まあ綺麗に入りました。で、内側にこいつを入れてあげましょう。よし、オッケー。これで綺麗に入りましたね。はい、こんな感じで入りました。ピントが合いません。そうするとね、ペンライト光った時に、はい、こんな感じでね、ミクちゃんや、ね、みんな、みんなが、みんなが、言い方あれだけど、みんながね、こんな風に光って見えるようになりますんで、ぜひぜひね、皆さんこんな感じで入れてみてください。じゃあ、あとは持ち物についてなんですけど、まあ、とりあえずペンライト、買った方、もしくはね、もともとキンブルとか持ってる人はね、ぜひぜひペンライト持っていってください。ペンライトあるかないかじゃ、もう全然楽しさが違います。マジで、ペンライトは必須級アイテムだと思ってます。で、まあ、あと他にはね、今回、東京とか関東圏にいて、すぐライブに行くよっていう人だったら、まあ、特にそんな持ち物はいらないかな。基本的にはスマホがあったら、大丈夫です。まあ、スマホ持ってて、あとは、なんだっけな。スマホ、財布、あと身分証明書ですね。その辺があれば基本的には大丈夫かなっていうふうに、思います。で、逆に遠征とかで行く人になると、飛行機で行くんだったら飛行機のチケット、バスで行くんだったらバスのチケット、電車、新幹線とかで行くんだったら新幹線のチケットとかをね、忘れないようにしてください。この辺がないとね、移動できなくなっちゃうんで。あと、行くだけじゃなくって、帰りもね、
帰りもライブなんですよ。帰るまでが、家に帰るまでがライブなんで、はい。皆さんね、そういった風に忘れ物とかないようにしてください。特に遠征とかでホテルとか泊まる人はね、ホテルに忘れ物をしちゃうとかよくあるんで、あとライブ会場でのね、忘れ物にも気をつけるようにしていてください。あともう一個、ライブに行く際は飲み物をね、持参していきましょう。多分ライブ会場近くの自販機とか割と使えないことが多いんで、まあ、事前にね、飲み物、水やお茶とかね、買っていくといいかなと思います。個人的におすすめなのは、水か、麦茶、あとは、スポドリ系だね。それこそポカリスエットとか、そういったものがあるといいかなっていうふうに思います。緑茶やコーヒーは正直おすすめできません。なんでかっていうと、利尿作用があるんですよね。トイレに行きたくなっちゃうんで、そういったものは、ライブ会場、ライブ公演中にトイレに行きたくなると、なかなか行けないし、まあ、ライブで、ね、見てる途中でトイレに行くって、まあ、なかなか嫌だと思うんで、基本的にはそういった効果のないね、普通の飲料水系を持っていくといいかなというふうに思います。あと、ライブに参加する際はね、事前に、おトイレは済ませておきましょう。そんな感じかな。はい、そんな感じです。といった感じで、今回のお話については終わっていこうと思います。みんなでね、ルールを守って、そして何もトラブルが起きないようにね、注意しながら、ライブの方をみんなで楽しんでいきましょう。といった感じで、今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。